もう。はい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 。はいちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってちょっと。はい、うんっておしっこしたんだよね、だっけね。あ、そう、おしっこしてました。そうか、男性に近までは分かんないよね、南口さんのもね、うん、なんかさ、タケちゃん体重が増えましたね。あ、増えましたか。9900は夕方ってそうですか。もう一回、もう一回見せましょうか。もう一回うんちとトレーニングなんで、うんちとシックスティンかみたいな。まあそれ、はい、はい、タケちゃん、ちょっと待ってね。あいた。うんち5だ。うんち前。うんち前。溜まってた。先生。出てきた。出てきた。帰れる。遅い先生。遅い先生。出てきた。9500。9600。はい。9600。うん。はい。はい。いいよ。まあ変わらないですか。これじゃあうんちしてなかったからかな。そうかもしれないし、うん、でも朝もしてきたんですけどね。朝でもトリミングあとトリマーの子がいたらなんかうんちとおしっこしてくれれば、はい、あ、そうなんですね。9500ならまあ一緒ぐらいです。ごめんなさい。はい、そうは変わらないよね。増えればいいんですけどね。そうですね。ね、ちょっとだけフォース洗浄したら汚れたんで2回、そんなひどい汚れじゃない、ちょっとだけ濁った。はい。それから点眼はね、はい、2時間弱に1回しました。ああ、左目ね。はい。で、あとはなんだっけ、そう、まあイボが増えてるのと、はい、それから後ろ足が増えるのと、なんかね、はい、顔のカットするときに、はい、顔がこう上で上がってちゃうんですって。今までそんなことなかったのに、なんか上がってちゃうんですって。で、グッと下ろしてまたやってると、はい、また上がってなかった。あ、そうなんですか。うん、なんでですか、なんでかなのかって最近聞かれたんだけど、はい、なんでしょうね。ね、まあ、もしかしたらその辺、その腰悪いじゃないですか、はいはい、こういう首もちょっとね、はい、椎間板が硬くなってるとかね、なんかそういったんで、あんまりこう長いことこうしてるのにしんどくてこうなるのかちょっと分かりません。それは私の想像なんですからね、はいはい、でもまあ、あの頑張ってくれました。とにかくこの子いつもね、トレーニングに時間かかるんでね。そうです。大変だったと思うんで、ご褒めてあげてください。はい、食べるね。食べる。そっち全部こっちから。食べる。はい、どうぞ。もう余裕だね。お母さん痛いっこじゃなんだよ、余裕だね。はい、じゃあ、で、目の方はね、また、はい、だから、まあ、今週はこれで、はい、あの、また来週ね、どっかでまた耳にしてください。はい、ちょっと、これ、点眼はなんとか大変だと思うんですけど、はい、こっちのね、左目ね。はい。要は悪くならないようにしていくのがまあ治療なんですよ、はい、そうですね、何もしないと多分悪くなって、はい、もうもっと白いのは大きくなってね、角膜炎で目がもっと真っ赤になって、もう目が痛がいいことになっちゃうと思うんですよね、はい、だいぶ描かなくなってきたんですけどね、うん、ちょっとはいいけど、でもまだなかなか、はい、まだ赤いですよね、まだ赤いですね、はい、はい、じゃあすみません、はい、あ、それで、予防接種とか、予防接種はね、はい、4月ですか。いや、もう来週4月ですよね。狂犬病の。狂犬病はもういつでもいいです。3月でもいいんですけど、今日はちょっと しんどいですね、はい、ワクチン、はい、あの、はい、トイレにしてるから。だから、はい、いつでもいいですよ、それも。あ、そうですか。あの、目の時に一緒でもいいですから、はい、で、あの、その場で来て、ご飯食べてきてもらえれば。あ、わかりました。これは食べてきてもらわんといかんですね。はい。検査ね。検査してないから。まだ検査してないです。うん、で、まあ4月中には検査をちょっと半日預けてください。それは検査の時はご飯食べないでね。あ、食べないで。食べないで、うん、でちょっと預けてもらうと、はい、ワクチンに関してはそう、あの、その場でご飯食べて普通に来てもらえればいいですね。はい、ということですね、はい、あの、夕方に連れてきた時でもワクチン大丈夫です。で、受けます。検査は夕方はちょっとダメですね。ダメですね。はい、わ、はい、かりました。はい、じゃあそれでは、ちょっと待ってね、あと、そのことで実践パンのワクチンはどうなってるの？2月、うん、これっていつなんだこれ？12月去年はやってないかな。やってないかな、去年の秋のやつが、あの、やってないんですよ、あの、目とか、なんかいろんなことをやめて。じゃあまあ、もう狂犬病だと。はい。
はい、先にそれ打っちゃうと生ワクチンが入ってるんで1ヶ月間空けなきゃいけないから。わかりました。だから先に狂犬病をやらせてください、はい、それから、はい、あのワクチンの順番としては狂犬病を打ってそれから自主電話の今後ね、はい、でもまああのそれとそれとは別に、はい、あの絶食して全ての検査をね、できる範囲の全ての検査をやらせて、はい、わかりました。はい、すいません。はい、すいません、ありがとうございました。